こんにちは、森です。今日は埼玉県東松山市にある円ゴルフレンジさんにやってきました。で、隣にいるのがここの練習場のオーナーの宮島さんです。はい、宮島です。はじめまして、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。で、ここは最近リニューアルオープンしたばっかりだそうですが、はい、オープンしたのは8月4日です。4日、はい、かなりリニューアルオープン長期でしました。クリアさせてもらいました。で、ちょっとこだわりがこの練習場ありまして、皆さんが触れる場所はかなり綺麗にさせていただいて、例えば座る椅子だったり、はい、テーブルだったり、はい、あとはちょっと女性もたくさん来ていただきたいんで、トイレとかはめちゃくちゃ綺麗にさせてもらいました。さっき見たんです。見ました。あったんですけど、はい、トイレとフィッティングルームというか、お着替えできる部屋とか、そうですね、その辺はすごい力を入れました。すごかったですね。フィッティングルームもなかなか、メイク落としとかも、はい、あったんで、なんかさすが、すごい女性の方にたくさん来ていただきたいなって。で、あとは小さいお子さんにも来ていただけるような、ちょっとね、休憩スペースのこだわりだったりとか、楽しんでいただけるようにやってます。宮島さんもこちらでレッスンされるんですか？私も PGA のライセンスを持ってまして、週に3回ぐらいのクラスのレッスンさせていただければ。ゴルフの悩みがある方はぜひいらっしゃってください。、はい、それではちょっとレッスンの方に行きたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、こんにちは、森です。打席に移動してまいりました。今日は、調子が悪くなってきた時に、これをやると調子が戻るよ、調子が良くなるよっていう方法をちょっと伝えていこうかなと思います。で、それは何でお伝えしようかなと思うのは、練習場に行くと、2、30キロ終わることは絶対ないじゃないですか。だいたい100球とか打ってる間にだんだんこうリズムが崩れたりとか力んだりとか、ラウンド中も特に疲れてきた時とかに調子が乱れちゃったりする人が結構私もレッスンしてて多く見受けられるので、そういう長時間、ゴルフって短時間で終わるスポーツではないので、その長時間やってる間に絶対調子って、波があるものなので、それを調子が悪くなってきた時にこう戻す練習法、方法っていうのをお伝えできれば、こう波がない、ある程度こうスーッとしたゴルフができるんじゃないかなと思って、それを皆さんにお伝えしていこうかなと思います。で、調子が悪くなってきた時に皆さんにやってもらいたいのがハーフショットです。で、なんでかっていうと、力む原因っていうのがスタンス幅が広い、あとは上げていくその幅がどんどん大きくなっちゃって軸がこう傾いちゃってるっていうのが多いので、それを回すにはハーフショットが一番いいんです。で、ハーフショットやるってなると、大体みんな力まずにちょっと足の幅コンパクトになって振り切れるので、それでスイングのリズムだったり力感っていうのをちょっと整えていってもらいたいなっていうところですね。で、実際に打っていきます。気をつけてもらいたいのが、足の幅いつもよりも両足半歩ずつぐらい内側に入れる。いつもこの辺だとちょっと狭くて、イメージで皆さんハーフショットだと肩ぐらいのイメージすると思うんですけど、意外と肩のイメージで頭の後ろまで行っちゃう方が多いので、イメージだとこの溝落ちぐらいの高さで手元を止めるイメージで打っててもらう。ちょっと打っていきます。半歩を打って溝落ちぐらいね。この練習しててあげると早く打っちゃう、よく多い手で上げてすぐこう打っちゃうとかっていうのがなくなっていくんで、それで体の使い方だったり、グリッププレッシャー、握る強さだったりっていうのをこう感じてもらいたい。で、できればその後に、フルショットに戻るよっていう時に、トップの位置は今のイメージのままフォローする、フィニッシュだけ取りに行くっていうのを間に挟んでほしい。要はいつもだったらフルショットしますってやったら、このぐらいまで上げてるのを今さっきの溝落ちで止めるトップの位置
止めるトップの位置からフィニッシュだけフルショット、前のフルショットと同じ位置まで振り切ってあげる。やると、それでもあんまり距離変わんないんですよであっちの方がミート率も上がるし、力感もだんだん少なくなってくるんで、この練習を、まあ、練習場で後半の方かな、疲れてきた時とかにやってあげるとか、ラウンドだったら後半とかはちょっとそこを意識して練習してもらうと、リズムだったり力感が整ってくるんで、こう調子を戻していってあげるといいかなと思います。これはアイアンだけに限らず長いクラブも使ってもらって大丈夫です。なんでよく多いのが力みやすいドライバーとかも、それと同じ方法でちょっとやっていただきたいです。実際にやっていきます。でドライバーは特に力みやすいんでやってもらいたいところなんですよ。でドライバーってファーストショットだと、まあ、いつものドライバーのスタンスでもさっきのアイアンと一緒で半歩率小さくした状態で、まあ、位置もさっきと一緒、ミドルチンとからパワーショットでまっすぐ飛ばすっていう、まあ、あんまりドライバーでパワーショットってしないですよね。うん、まあ基本フルショットっすよね飛ばしたいからやっぱどうしてもフルショットしたくない気持ちはすごいわかるんです。なんかそのフルショットで曲げないように練習してるみたいな感じ。あ、そうですよね、うん、そうフルショットで曲げないように結構大事なんですけど、フルショットだとやっぱどうしてもドライバーって力みやすい、まあ、飛ばしたいじゃないですか、それは誰でも。でその力み取る方法として、まあ、振り幅、まあ、一番抑えたハーフショットとかでちゃんと芯に当ててまっすぐ飛ばす、そこからさっきのアイアンで一緒でトップの位置変えないで振り切るのがフルショットにつながるんで、ちょっとそこでリズム感とか力感を覚えていってもらいたいなっていう感じです。あのフルショットするとっていう感じで、トップの位置はなんか自分の中ではすごいハーフショットと同じ位置だからすごいまだ回せそうとかって感じる人多いと思うんですけど、意外と自分がフルショットだと思ってる位置と今水落ちのやつで詰めて振り切るっていうのはあんまり距離変わんないんで、なんなら後者の方がミート率が上がるから意外と距離出たりするんです。なんでそこで正しいトップの位置とかっていうのを確認してもらいたいっていう意味も含まれてます。っていう感じ。だからドライバーとかは特にやってもらいたい、力みやすい時も私はおすすめします。はい、で今回のレッスンは、あの調子悪くなってきた時はハーフショットっていうところで、皆さん調子悪くなってきたらぜひやってみてください。今回のレッスン以上になります。皆さんありがとうございました。